ノンアルコールビール、もみーしげふみ。最近、ノンアルコールビールを楽しんでいます。このノンアルコールビール、製造しているのはビール会社ですが、ノンアルコールというくらいですから、もちろんアルコールは入っていません。ビールを製造する過程で、アルコールを抜くのだそうです。 夕食後に車の運転をしなければならない事情があって仕方なく飲み始めたのですが冷たいうちはほとんどビールと変わりがなく結構満足していますしかし温まるとビールとの味の違いがはっきり出てきますのでとにかく冷たいうちに飲むようにしています ですから冷蔵庫から出したらできるだけ早く飲み干せるように500ミリ缶は買わず、もっぱら350ミリ缶を買っています。ビールメーカーもこの点は十分考えているらしく、9月に入ってからは500ミリ缶がスーパーやコンビニの店頭から消え、350ミリ缶だけになりました。 さて、このノンアルコールビール、ビールの売り上げが苦戦している中で、着実に売り上げを伸ばしており、ビールメーカーにとっては、救世主的存在になっているようです。いくら飲んでもほろ酔い気分になれないのが欠点ですが、皆さんも一度お試しになってはいかがでしょうか